はい、どうもロギです。皆さんこんにちは。皆さん、フェスが勝つチーム知ってますか？知ってますか？よくやる猫ちゃん占いなんですけど、本日ですね、家を引っ越すにあたってすごくスペースができたんですよ。なんかここでやりたいなと思ってたんだけど、なんかあんま見当たらないから、このね、このぬいぐるみコジャッチ君をここに結びつけて、先にこのコジャッチ君を取った、猫ちゃんが代表するチームの猫占い、そのチームが勝つって猫占いをしていきたいと思います。じゃあまず魔法使い代表ヨルちゃん、ヨルちゃん魔法使い代表ね、よろしくね、頑張ろうね。はい、そしてナイトチームの代表ピカさん、ナイトチーム代表です。ピカさんはトムは忍者、一番なんか体が重そうでふてぶてしいけど、トム忍者ね。こんなくつろいでるから誰が勝つかわかんねえや。でこれを先にここの結び目から取った人が、取った猫が勝ちです。言っていきましょう。かわいそう。もうなんかナイトのピカさんに襲われてるぞ。あ、魔法使いいった。これまだ始まってないんだよ、猫ちゃんたち始まってないの。今ね、結びつけて、かわいそうだね、なんかね、手が、これだけだと、まだまだなので、またたびの方をね、貼り付けていこうかなと思います。すでにもうまたたびの跡があるんだけど、さらに上からまたたびをまぶしていきたいと思います。めっちゃ汚れちゃう、これ。めっちゃ汚れちゃう。ちょ、ここにもやっといて。気づくようにしとこう。いいし、ごめんね。見て、かわいそう、なんか。ごめんね、すぐ助けるから。ちょっと今だけ猫の占いに付き合ってね、コジャッチ君は。猫ちゃん投入します。行きましょう。行きましょう。さあ、ナイトとナイトチームピカさん来た。ナイトチームピカさん、おどれちゃんが魔法使いが、おっ、もう気づいたよ、気づいたよ、また旅があることに。ちょっとまた旅を、下のまた旅を先に釣ってますね、これね。さあ、勝つのはどのチームか。今のところナイトと、魔法使い以外が、魔法使いも行きました。ナイト、忍者、魔法使い、みんな、コジャッチ君の下まで行ってますね。魔法使いが魔法で解けました、今。忍者はなんかもうまたたび病にかかっております。上気づくかな？上のコジャッチ君に誰か。落ちてる、またたび、あああああ。取るの誰だろう。おっと、魔法使いもまたたび病にかかっちゃった。あー、二人。あー、このまたたびすごいね。あー。ナイトが狙ってる。ひしひしとナイトが狙ってるぞ。ついにやってきた。来たよ。研いでるね、杖を。さあ、ナイトチームの逆転はあるのか。上にいるよ、コジャッチ君、助けてって。やばい、魔法使い行った。どかされる？あ、どかされた。コジャッチ君の位置下げてみました。もう目と鼻の先にあるので、気づいた子が取るんじゃないかなっていう。あ、ナイトも、またたび、あー、やられる。もう魔法使い触ってる。触ってる。コジャッチ君が、今日も揺れています。あー、大丈夫か、いい。あ、捕まった。魔法使いが、
魔法使い掴んだ。これはもう皆さん魔法使いの勝ちでよろしいでしょうか。ナイトと魔法使い取り合ってる。ナイトの方に小茶地くんの方が自ら行った。忍者は何してんの？おい忍者、うわー、あー、ほら